はい、渡辺真由です。今回はね、ウルトラ武器は色1個プラス備蓄インクレート5個開封で新武器何が出るかなのプレイ実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。これ作戦名アポカリプス Z 開始されてるんでね。で、新武器が3種類追加されてますね。1種類がクロスボウに、で2種類目がショットガン BO3 のアウガーアーガスだったかな、アーガスだね。アーガスが追加されて、で、3種類目がね、近接攻撃、ゾンビの点みたいなやつですね。で、前回のピースキーパーとローカスがまだ獲得してないんでね、合計5種類まだ新武器持ってない状態で、で、今ね、これ、ウルトラ武器は色。1種類目はね、ティア50で、作戦のやつがあったんでね、特別作戦があったんだけど、特別イベントか。あれであれでね、1個獲得して、で、もう1個はトリプルプレイで1個獲得して、合計2個ウルトラ武器は色ありますね。これ確実に出るんでね。これ新しい作戦のアポカリプス Z もね、これティア40で獲得できるんだけど、これと同じやつです。ウルトラ武器は色。ブラックマーケットの新しい遠距離武器1個と備蓄インクレート2個確約。すでに全部ブラックマーケット武器のバリアントを所有している場合は追加バリアントを獲得ということでね。これ確実、出ます。これ、通常の武器ワイルの場合は、前回引いたやつはね、マーク2武器も出る場合があるんですよ。でもこれはマーク2武器が出ないんで、もう遠距離、新武器しか出ないんでね。なので、これいいですよ、これ。これをまず5個開けようかなと思って。で、いっぺん開けたらちょっともったいないんでね、2つの動画に分けようかなと思って。5個。本当だったら20個ぐらい溜まってたら、ね、10個と、このウルトラ武器アログが良かったんだけど、10個しか今ないんでね。課金してもいいんだけど、今、とりあえずちょっとこれ、急いでるんで、早く開けたいんで、これちょっととりあえずこれ10個開けようかなと思って。今回は5個なんだけどね。またいずれ課金して開けようかなと思ってんでね。できたらこれも一応得のやつなんだけどね。2つボーナスついてるやつなんだけど、半額のやつ 50% オフの来たらいいんだけどね。あれ時に多く買って課金しようかなと思ってるんだけど。とりあえずこっから開けようかなと思って。これで新武器出たらいいんだけどね。これ備蓄インケースが114個溜まってて、これやったんだけどね。備蓄イン、さっき開けたんだけど、備蓄イン、ケース114個使って、クレート重複なし12個開けて、で、残りの42個開けたんだけど、こっち全然いいの出なかったんですよ。この重複なし。重複なしなんで、持ってないやつしか出ないんだけど、マーク2とか、新武器狙ってたんだけど、新武器も出なくて、マーク2武器も出なかった、多分。で、こっちはマーク2武器ね、今回追加されたのが3種類ぐらい多分出たんですよ。2種類かな。これ良かったですよ。ベンデッタとね、MMOG12 が出たのかな、マーク2だと、デーモン 3XB は前に追加されてるやつ、あれも出たんですよ、これ。こっちで結構出たね。とりあえずこれ、新武器1種類が出たら嬉しいけどね。ピースキーパーもいいんだけど、今回のはね、ショットガン、クロスボウを一番希望してますね。クロスボウと、アーガスか、ショットガンの。で、ピースキーパー。近接攻撃のゾンビの手もいいんだけど、まずやっぱり遠距離武器欲しいですね。とりあえずちょっと開けていきたいと思います。5個ね。備蓄インクレート5個開けるんでね。オープン、ゴー。出ないね。1個でしょ。残りこれ出るからね。あと4個ですね。再抽選。なかなか出ないよ、これ。あと3個出ない。これ持ってないよ、盗賊っていうのクラッシュの。あと2個出ない。あと1個だな。ゴー。持ってない。出ないね。ここは残して、これ、今度、これ。こちら、目玉のやつ。あれが欲しいな。できたら。老化数、スネーパーライフ好きな人は老化数ね、前回の獲得するために5万円とか9万円とか課金してる人もいたんですよ。ほんと考えられないですよ、本当に。いくら金あってもさ、もったいないでしょ。まあいいと思うんだけど、まあ、それぞれ人の自由なんだけど、それぞれ個人の自由なんだけど、さすがにもったいないでしょ、あれは。これ、今回のクロスボウちょっと一番希望してますね。その次に、アーガスかな。まあ、ピースキーパーも欲しいんだけど、やっぱりクロスボウだね。クロスボウ、アーガス、ピースキーパーってところだね。ウルトラ武器、ワイロ。開けようか。ウルトラ武器、ワイロ。ブラックマーケットの新しい遠距離武器と1個と、備蓄インクレート2個確約。すでに全ブラックマーケット武器のバリアントを所有している場合は、追加バリアントを獲得ということでね。ウルトラ武器、ワイロ。ガオ。クロスボウ、頼みます。おー、すごい。やったぜ。一番希望してたやつが出た。ウルトラ、リバー C86 スペシャル。きたー。これクロスボウス、これ。やったぜ。一番希望してたやつが出た。運がいい。俺、武器ワイロでね、まあ、前回もね、バリスティックナイフが出たんですよ。とっても希望してるやつ。あれよかったな。今回もクロスボウを獲得したからよかったな。これね、やったですよ、これ。早速ちょっと見てみますか、これ。これ、渡名前のクラスに入れようか。これ、多分ね、特殊になると思うんですよ。バリスティックナイフと一緒で。クロスボウも。ね。これ、バリスティックナイフ。これね。やったぜ、これ。これ、解説は別でやるんでね。リバー C86 っていうね、デュアルプラットフォームクロスボウ。音を立てずに強力なボルトを発射。解説は別でやるんでね。やったぜ。バッチリっすわ、これ。はい。以上にしていきたいと思います。今回はね、ウルトラ武器賄賂。1個プラス備蓄インクレート5個開封で新武器。何が出るかなの。プレイ実況をやっていきました。あと、よろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。